はい、こんにちは、ゼロです、今日はですね、早速使ってきましたこのニコンの Z7 ですねの感想ですね。本当についさっき触ってきたとばっかりなんですけど、そのこうなんていうんだろう、スペックとか抜きにした触ってみた感想ね、そういうニコンのサイトとかにも載ってないことですよね。まあそういったところで感じたことっていうのをちょっと話してみたいなと、はい、思います。まずね、持ってみて感じたことはですね、非常に扱いやすいですね。大きさ的にもなんか自分の手にはちょうどいいというかね、持ってたセットはこれに、マイクロレンズ 105mm のマイクロレンズと、あとここですね、ここにピークデザインのカフ、私いつも使ってるカフがあるんですけど、これね、これピークデザインのカフってやつですけど、これをまあこっち側だけにこうくっつけてね、で、撮影してたんですけど、そんなに重さに関しては Z50 の時と比べてなんかこう極端に重くなったなっていう感じは、まあ、しなかったですね。まあ実際ね、200g ぐらいかな、まあ、重くなってると思うんですけど、まあどんぐらいかな、1時間以上持って歩いてましたかね。でもまあそんなに疲れはしなかったですね。で Z50 の場合だと、普段こうやってカフつけてぶら下げるときはだいたい小指が余ってる状態かな、こういう感じでなんかぶら下げて手でこうやってブランでして歩いてる感じでしたけど、まあ Z7 の時はもう完全に小指がまでも収まった状態でこうやってぶら下げて歩いてるような感じでしたね。なのでまあ重いは重いですけど、そこまで気にはならなかったですね。それでちょうどね、今日さっき撮影、まあ、写真とかこう撮影して帰ってくる時に、この Z50、 今まで使ってた Z50 と新しく買った Z7 ね、こっちとのこの違いをどう表現しようかなってずっと考えてきたんですけど、私なりにこう表現するならば、Z7 は、熟練の作業者みたいな、私まあ機械組み立てがメインでやってる感じなので、そういう話でいくと本当に熟練の作業者が Z7 で、比較的若手の有望な作業者で、やる気のある有望な作業者が Z50 っていうなんか感じですね。なんかね、 Z7 のこのなんか操作系が全てですね、なんかこうすごくこうスマートで、なんかちょっと落ち着いてて、で余裕があってみたいな、本当になんか大人な感じを醸し出してるんですよね。操作系もそうだし、オートフォーカスの動きとかもそうだし、なんかね、そういうなんか余裕をすごく感じるんですよ。で、決してその Z50 の方が余裕がないって言ってるわけじゃなくて、なんかこっちはなんかすごく頑張ってるなっていう感じのなんか触感だったり動きだったりするんですよね。で、こう使い比べてみるとなんか全然違うなと思って。で、Z50 の方は、まあ、最初に話すと、なんかこのボタンのね、クリック感も、これも前ちょっと話してますけど、やっぱりこのちょっとカチッとね、ちゃんとカチッと、はい、なる感じがあるんですよね。特にシャッターボタンがやっぱり Z50 と Z7 全然違ってて、Z50 の方はやっぱりこうカチッとした感じが半押しの時もあるし、でさらに押し込むシャッターを切る時ねの感じもちゃんと2段階クリック感がちゃんとあるんですよね。でところが Z7 の方はそれがなくて、でストロークもちょっと浅いんですよね、この半押しのストロークが。でちゃんと半押しされたかなされてないかなっていうのがちょっと分かりにくいような感じの、食感なんですよね。これが前も言ってますけど、この辺のねボタンと全部同じような感じで、こういうなんか柔らかい感じなんですよね。でこれがなんかね、前回の動画の時はこれなんかファミコンの例えで言いましたけど、なんかネガティブな印象がちょっとあったんですけど、逆でしたね。むしろこっちの方が余裕があってスマートな感じ、この Z7 っていうカメラのキャラクターには合ってますね。これはニコンさんうまいですね。
使ってみて分かりましたわ。これね、このボタン類はZ50 みたいなカチッとしたボタンだったら違いますね。キャラクターとは違いますわ、うん、で今言ってるこのシャッターボタンね、シャッターボタンもこの半押しのストロークが Z50 に比べてちょっと浅いんですよね。でクリック感もちょっとちゃんとしたカチッとした感じじゃないんですよね。でその後のシャッターを切るところ、半押しした後の切るところも Z50 みたいにカチッと完全に入り切るんじゃなくて、やっぱりちょっと柔らかい感じがあるんですよね。この辺がなんかこう全体的なこの Z50 じゃないこの雰囲気を醸し出してて、で撮れる写真はすごくこう解像度も高いキリッとした写真が撮れるのに、カメラの操作系とかは非常になんかこうやんわりとした柔らかい雰囲気を出してるんですよね。このギャップがまたよくって、これ使って、まあ、最初触り始めた時から、あこれいいわって感動しました。すげえ扱いやすいし、このカメラが醸し出す雰囲気がすごくいいですね。これね、もう表現すごくしにくいんですけど、すごくいい雰囲気出してます。本当に熟練の作業者っていう感じですね。なんかこの柔らかさがネガティブな方向じゃなくって、その余裕のある方向の柔らかさなんですよね。こうなんか受け止めてくれるみたいな柔らかさなんですよ。この食感がすごくよくって、本当にハイエンドのモデルってこうなんだなっていうのを実感しました。でオートフォーカスの速さも Z50 に比べると、マイクロレンズでね比較した感じですけど、 Z7 の方がパワフルだし動きは速い感じはしましたね。でその精度に関してはまあそんなにっていう感じでしたけど、なんか抜けるときはもうポンって抜けちゃうし、精度に関しては Z50 とあんまりそこまでそんな大差はないかなっていう感じは今日触った感じだとしたんですけど、特にそのオートフォーカスのパワフル感ね、この辺はすごくあるなって思いました。でしかもただパワフルなんじゃなくて余裕のある感じのパワフル感なんですよね。その辺がまたこの熟練工みたいな感じのこう余裕のある感じを見せてくれてるんですよね。で一方の Z50 ってこうなんか全部がこうやる気を出してる感じなんですよ。このボタンの食感もそうだし、シャッターボタンもこのカチックリックがねこうカチッとした感じも、おオートフォーカスみたいな、あシャッター切ります、あ切りますせみたいな、なんかそういうこう熱い感じをね感じるんですよね。でオートフォーカスの方も別に遅いわけじゃなくて、でパワーがないわけじゃないんですけど、なんかすごく、やる気があって頑張ってるって感じの動き方なんですよね。なんか比較するとオートフォーカスを合わせますしみたいないう感じのこういう風な感じ方をしたんですよ私がね。で Z7 の方は逆にそうじゃなくて余裕のある熟練工みたいな感じなんで、オートフォーカスってなっても合わせますよみたいな、本当になんか余裕、懐が広い感じ、合わせますよ、全然合わせますよみたいな感じの動き方なんですよ。その精度はさっき話した通りちょっと置いといてね、でシャッターのこのオートフォーカスね入る時もそうだし、シャッター切る時も開ける、全然撮りますよみたいな感じの余裕のある感じを醸し出してるんですよね。これが非常に心地よくって、なんだろう、写真とかカメラを使い慣れてくれば来るほどこっち系のなんだろう、雰囲気っていうのが好まれるっていうのはなんかわかりますね。わかりますわ。こっちは Z50 の方ね、こっちはこっちですごくいいんですけど、このねいい雰囲気を醸し出してるカメラで写真を撮るっていう行為がすごくよくって、なんかそれだけでいい写真が撮れそうな気がもうしてくるぐらい、なんかこう全てにおいてこの撮り手にいい気持ちを与えてくれるというかね、心地よくこう写真を撮らせてくれるっていうか、なんかそういういい雰囲気を出してくれる本当カメラですよね。まあ、他のメーカーさんはちょっと分かんないですけど、少なくとも
Z50 と Z7 比べた場合は、本当に すごくこれ心地いいカメラだなと思いました。はい。で、映りがどうこうっていうのはまたちょっと別の機会に話すとして、一つね、これもまたちょっと別の動画にしようと思うんですけど、親指 AF ね、これは、Z7 使いやすかったんですよ。つい何本か前に、親指 AF 使いにくいって動画あげたんですけど、それはね、Z50 で私が試した時の話なんですよね。で、今回 Z7 で試してみたら、意外や意外、全然使いやすいんですよ。っていう話はまたちょっと次の動画でやろうと思うんですけど、とにかくこの Z7 のこの、ハードウェア的なところもそうですし、ソフトウェア的な制御的なところもそうですし、この取り手に訴えかけてくるものもそうだし、なんかそういったところね、が全てこう心地のいいカメラだなと思って、これなんかずっと使っていたくなるっていう感じのカメラですね。なんか使えば使うほど、こうなんつうんだろう、自分に寄ってきてくれるっていうかね。で、なおかつ、こうカメラを始めたばっかりの人にとっても安心してこうなんつうんだろう、委ねられるっていうかね。もうなんかこっちが思ってくれてることをやってくれそうな感じを醸し出してるんですよね。で、 Z50 の場合は当然これ初心者向けっていうところもありますけど、それはそれで全然ね、寄り添って撮ってくれるカメラであると思うんですけど、なんか慣れてくると今度こっちのカメラの方に自分が寄っていくっていうかね、こう自分にがやりたいことを実現するためにこう使いこなしていくっていう方向になんか行くのかなっていう感じがするんですよね。で、ところがこの Z7 みたいなこのハイエンド機になると自分の方に寄ってきてくれるんですよね。で、これってレベルが高ければ高い人ほど、こうなんつうんだろう、どんどんこうレベルが対等になっていくっていうのかな。うん。で、例えばカメラはもうハイエンドってこれレベル変わらないじゃないですか。ところが写真を撮る人ってどんどん上達していくじゃないですか。で、上達していったとしても当然撮り手の方がカメラの上を行くことは自分はないと思うので、その撮り手の方がカメラの方にどんどんこうレベルが近づいていく、うん、で、プロの人たちは、そのレベルが拮抗している状態で、いい作品だったり写真が撮れるっていう、なんかそういう状態なのかなっていうふうに思ったんですよね。なのでこう初心者の人ほどこういったハイエンド機を使った方がいいっていうのは確かにそうだなって思いました。やっぱりやりたいこと、思ってることを素直にやっぱ実現してくれるだけの懐の広さがあるんで、まあ、それをね、フルに活用していくっていう点でいけば、予算が許すんであれば、やっぱりできるだけ性能のいい、ハイエンドなカメラを買うっていうのは確かに正しいなとは思いました。で、こっちはこっちでね、初心者向けっていう形で出しちゃいますけど、これはこれで、とっつきやすさっていう部分であったり、すごく分かりやすい部分がたくさんあって、魅力的なカメラでありますけど、長く続けていくっていう点でいけば、このハイエンド機を最初から選ぶっていうのも全然ありだなと思いました。はい。初心者であればあるほど、相手がベテランの人なんで、まあ、その人にこう、くっついてね、いろいろ教わるみたいなところってあるじゃないですか。こう師匠と弟子みたいな感じですよ、だから。うん。Z7 が師匠で、Z50 が弟子みたいなね。なんかそういう関係性のように感じました。はい。なので、全く別物っていうわけでもなく、なんか、お互いに共通する部分もやっぱりあったりして、なんかね、それぞれに当然いいところあるんですけど、この Z7 はね、ちょっと正直、使ってて嬉しくなりました。はい。あ、これは楽しいし、で、心地いいしね。心地いいっていうのが多分、自分の中で一番ぴったりくる表現かもしれないですね。はい。っていうのが今日どんぐらいかな、1時間以上マクロレンズで撮って歩いてましたけど、はい、持った印象ですかね。はい。で、最後にちょっとそうだな、バッテリーの持ちね、バッテリーの持ちなんですけど、Z50 の時はこれなんかメモリが、3つしかないんですよね。3メモリ分しかなくって、で、マクロレンズで撮ってた時は大体どんぐらいかな、100枚撮って1メモリ2メモリ減るぐらいっていう話をしたんですかね。
結構いろいろ試しながらでしたけど、で今回もまあいろいろ試しながらだったんですけど、 Z7 のバッテリーのメモリーって5段階ぐらいあるのかな、はい、その5段階のうちの、1メモリ分しか減ってなかったです。枚数は今回70枚ぐらいしか取ってないのかな。 Z50 の時は100枚ぐらいだったと思いますけど、まあ、それでもだいぶあのこの Z7 に搭載されているバッテリーに関しては、かなり強力なのかなって、はい、思いました。そんなところかな、とりあえずね、はい、まずこの何せよこの食感ね、食感に関してはあのものすごく良かったです。はい、ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。